1対 1.618 黄金比と呼ばれる比率。名刺の縦横の比率。テレホンカードの縦横の比率。パルテノン神殿の。桂離宮の。ピラミッドの。ストーンヘンジの。ミロのヴィーナスの。ダヴィンチの。北斎の。そして、コンピュータの。見たぞ。あの炎は太陽と月の母神が産み落とす炎。だがその恵みを授かりし者には。北条の神は常にその見返りを求めるのだ。煉獄。そう、確かにその呼び方が一番ふさわしい。この村に住まう者すべて試練をくぐらねばならない。九州の羅刹、狭き門をくぐれた者のみが人間でいられる。したものはそれ以外のものになる。ふさわしい。この村の者どもが積み重ねてきた財宝、この私も含めていずれは受けねばならぬ裁きだったのだ。だがまだ早い。まだ死でない。私はまだ死ぬわけにはいかない。この子だけは、この子にだけは何一つ罪はないのだ。私は伝えねばならない。このやがて時にその全てのJR 東北新幹線白神1号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより先の主な停車駅と到着予定時刻をお知らせいたします。盛岡19時7分、沼区内19時34分、八戸20時14分、終点新青森には盛岡 in a few minutes 何の音だと思ったのかしら。これよ、私の物騒な何かの音だとでも思った？分かってる。その手を離してくれない？向こうの席でおじさんたちが見てるわよ。はあ？どうしてそうなるのよ。じゃあ私が大声を出したら？時間のカメラ泥棒よって叫んだらどうする？そうよ。第一私は何にもしてないわけだし。でもあなたはすでに女性を押し倒すというわいせつ行為を働いてるわ。現にこの状態は客観的に見たら？手を離してくれないかしら。そう、窃盗も認めるわけね。強制わいせつに窃盗。